MF1 さんあのに来させていただきました。ちょっと来てみたんですけど、ここからあの、まあ、入場して説明させていただけるということなので、今さっきね、係員かの飼育員さんこういう逆ですね、こういうのをいただいたんで、ここからちょっと紹介していただこうと思います。この中の見通しが良くないんです。あ、おるね、長谷さんが。あ、こっちは見やすいチョウザメさん。他より大きい2匹が、チョウザメの中ではコチョウザメという種類のチョウザメで、もう一つ他のちっちゃい子がですね、シベリアチョウザメの今今年で1歳くらいの子になります。このチョウザメっていうのはサメとはまたサメではあるんですよね。ですね、チョウザメというのは、チョウザメ目チョウザメ科に属している魚で、どのくらい違うかというと、サメというのはいわゆる軟骨魚類というようなグループに入っているに対して、チョウザメというのは甲骨魚類、甲骨魚類っていうのが皆さんがよく知る一般的な魚の大半が属しているグループで、軟骨魚類っていうのが要するにサメとかエイとかのごくごく一部の魚が属しているグループになります。なので結構根本的なところから別種の生き物になります。あれはチョウザメじゃないですか。25年から30年生きる。あ、そうですね、今外で見てもらったことか、主に今うちでキャビアを生産している種類のチョウザメはこのベステルチョウザメ、まあ後でもう少し大きいところで見てもらうのも可能なんですが、まあ大体生まれてから卵を持つまでにかかる年数が7年くらいで、まあ一般的な寿命、これもねまだちょっといろいろと調査中なところもあるんですが、まあ概ね30年くらいは生きるとされています。 1.5 メートルでもう人ぐらい、ね、そうですね、女性ぐらいは。さすがにまだそこまで極端に大きくなった子はいないですけれども、まあ、まだまだ大きくなる見込みは十分にある子がいますね。で、逆にこっちのコチョウザメ、はい、この子たちはですね、今大体年齢がだいたい5歳くらいなんですが、これで成体です。あ、もう一番大きいマックス状態。一応ですね、チョウザメは寿命が尽きるまでちゃんと栄養を与え続ければ大きくなり続けると言われているので、うん、一応この後も恐らく死ぬまで大きくなっていくとは思いますが、この大きさでも大人です。なんならですね、ここに泳いでる子がそうとは言えないんですけれども、この大きさの他の年代のチョウザメのお腹を開ければキャビアが入っている子もいます。あ、お腹を開けるんですか。キャビア取るんですか。切るってこと。そうですね、産ますんじゃなくて。そうですね、商品化するときには、産ませるというよりはお腹を開いて取ることが多いです。その後は閉じてあげるんですか。で、うちではですね、血抜きの作業もするので、はい、まあ、喉のところを切って崩して血を抜いて凍結ですね。で、まあ、血の生臭さとかも取った上での商品化という形に取っています。で、その後じゃあこの子らはじゃあ開けられて、ですね、この子らは一応偽物用で飼っている子なので、この子チョウザメからキャリアを取って商品化する予定はないです。さっき言った外で飼っているこのベッテルチョウザメ、あるいは、このもう一つのこっちはシベリアチョウザメという子もいるんですが、この子たちの、まあ、もう少し大きくなっていった方から商品をして作っていく予定になっています。じゃあもう切られるんですか。その時にはお腹を開きますね。そしたらもうその後じゃあこの魚生きることがない。そうですね、これもまあこの養殖場に行くといった方法が違って、まあ、ちょっとお腹に穴を開けてからただ卵をどんどん絞り取って殺さないように取るところもあります。個体差はですね、基本的には、ね、もっと透明度が高いのか見えるんですけど、こんなにいいわけですからね。こんな感じに結構群がっているのが分かるかなと。これは面白いでしょうかね。これはもう個体差ですね、気分屋というか、たまたまそういうふうに泳いでるだけというところはありますね。あ、こちらの個体によっては、浮き袋がおかしいから部屋でもそういった背泳ぎになってしまうような子もたまに出るんですけれども、へお、結構、ね、持ち上げれるんですか。ちょっとね、軍手とかつけてないと厳しいんで、これでちょっと水面の方に上げてみてもらえたらと思います。お、なんかいますもんね、鯉みたい。大きいですね。結構大きいんですよ。これでそうですね、十数キロくらいの方になります。あ、これはちょっと、ね、鼻が歪んでますけど、噛んだりとかしてこないと思うんですね。さっきのようにですね、口元には歯がないので、丸の肉に食べば大きいぽっかりとした口が開いてるだけなので、で指とか突っ込んでも切られたりとかそういったことはないです。
個体ごとに頭に IC タグを埋め込んでいるので、その IC タグから出てくる番号と、そのさっき言った卵のデータを紐付けしてパソコンでデータで管理してます。って言ったら7歳から卵チェックするんですけれども、例えば卵を持っていなかったり、私たちが検査をした時点で既に卵が熟しすぎていて商品化できない状態だったり、そういったことが、翌年にも翌年と、持ち越して検査を行ってきて変わっているという点があります。一度毎回、毎年1回は集まって、お坊お書を読んでお悔やみあげてもらってます。まあ、そうだな、なんかもね、ここ、まあ、生き物ですからね、やっぱりこういうのちょっとやっとかないと、牛とか飼ってる人もやっぱりこういう供養塔を建てるそうですし、ちょっとね、こっちの方にどれくらい高齢の子がいるかは、まあでも大きい子は結構大きいんですよ、うん、まあ平均しても10キロから13、14キロの子はいるんじゃないですか。いや、すごい。まだまだ大きくなっていく予定ではあるんですけれども、実はここに泳いでる子はですね、もうあまり卵を期待できない年齢の子なんですよ。あ、さっき言った寿命は30年くらいだとはされてるんですけど、実は卵を持つための年齢幅ってあんまりひどくなって7年から10年ぐらい、7歳からそう10年を超え出すとだんだん飽和率が下がっていって、ここに泳いでる子は、若い子で13歳くらいなんですけど、うちではもうこの13年を区切りにとってこれ以上は引退してっていう扱いになります。ここの子からもう基本的にこの検査は一旦したいという、結構上まで上がってきてますね、この人。そう、みんなのんびり屋なんで結構自由って言ってます。商品的なのは、これやっぱすごいですね、これね。サンプルなんでこんな感じだと思ってもらえれば、まあ、これが、はい、1.5グラム、15グラムですね。これが15グラムがこの瓶の中に入ってます。で、開けたら入ってる。こんな感じ。あ、それは本物？いや、見てもらえる。これはサンプル。サンプル。まあ、こんな感じに入ってるというイメージ。で、こっちがキャビアバター、うちのキャビアをバターに入れて、作ってるものになります。大体こういうのって買われる方ってやっぱりお土産とかそういうものなんですか？そうですね、うちでは今ネット通販とかも盛んに行っているんですけれども、やっぱりそういったギフト、お手当とかそういった贈り物向けの主に対応させてもらってます。これ生きてた子ってことですよね。生きてた子です。うちにいた子を学生に、まあ、一度来客したお客様がそういったものを趣味にされてるとかで、剥製にするから一匹欲しいという形で、まあ、その時はちょっと取引をして、実物を送ってもらった。いい、素晴らしい。で、まあ、ちょっと何歳ぐらいですか？この子は1歳くらいの子ですね。1歳、それも剥製本物？剥製本物。なんか可愛そうだな、はいはい。そうですね。で、その上の子は何？この子は12、3歳くらいだと思うんですけれども、まあ、これくらいの立派な大きさのものを、まあ、結構個体差が出るんですけれども、やっぱり大きい個体はどんどん大きくなりやすい。これって剥製ってどうやってやるんですか？まず一旦血を抜いたりするの。これもやっぱりそのもらい物なんで詳しいことはちょっとはっきり分からないんですけど。ですよね、1匹から卵が。そうですね、大体体重の1割、多くて2割くらいの量が取れるんですけれども、まあ、これが平均して10キロくらいの重い加工する。これ長寿の卵いうのは、キャビアは、はい、これ本当に出産したらこんだけの産が一気に氾濫するよ。本当に出産をし食べるんじゃなくてしたら、産ませるんであればおそらくそれくらいは産まれると考えられます。でその逆に言うと食べる分もするし、こう増やすんだったら産ませる場合もある。そうですね、繁殖させるときには、無理やり産ませて、卵を絞って、でその卵を使って、まあ、ちょっとね方法を詳しくは説明できないんですけれども、まあ、オスの精子も用意して、うちで繁殖作業を行ったりということもあります。プラスチックスプーンだとちょっと味を損なう可能性がございますので、ご注意ください。こちらの、ね、スプーンはですね、シェルスプーンという貝殻を加工したスプーンでして、やっぱり、はい、いただきます。キャビア、ね、今回は、濃度が 3.5、 塩分が 3.5% で、おすすめということなんで、それをちょっと、ああ。美味しいですね。ありがとうございます。結構このねっとりというか、うん、とろっとした舌触りで、うん、塩味のアクセントに結構強い魚介の風味が、魚介の風味があるけど、あんまりそんなしつこい感じじゃないですよね。そうですね、高級感がある風味で、イクラみたいな感じですか？そうですね、高級な、そう、イクラがやっぱ上品な感じですよね。イクラの上品版というかね、なんか味が、そう、こうしつこくないとは言ったんですけど、でも結構舌に残ってですね、うん、
お茶とかで洗い流そうと思ってもなかなか消えないくらいにはかなり濃いめの味が口の中に残ります。お酒に合ったりするんですか？日本合いますね。ここもよく食べるときにはこんな風に、これここまでおしゃれとは言いませんけど、あんな感じにクラッカーとか薄切りやパンに乗せて食べるというのもあるんですけれども、美味しいな。フレンチですよね、これこそ本当にフレンチ料理、イタリアン料理。 3.5% くらいの薄めの塩味ならもうこれをそのまま魚にしてお酒飲んだりしても美味しく食べてます。確かに今さっき言ったようにもうあと5があるんですよ。そうですね、もう少し濃いめのものをなんか使った感じの料理みたいな感じで使ってもらうのもおすすめさせてもらってます。MS ファームさんに行かせていただきました。やっぱなんか初めてではあったんですけど、チョウザメと触れ合うことができ、なんかそれぞれのサイズ感を見て、このチョウザメもイメージがまた変わりました。優しい動物なんだなというところと、食べてみたそのキャビアっていうのが非常に濃厚で、なんかイクラよりは味が優しい感じでした。ただやっぱ高級感がある感じで、あっさりとしたようなもので、塩分濃度が高いものに関してはやっぱ料理に使ったら美味しいのかなというところでした。